IBM プユシストムズ IBM プユシストムズは IBM のサーバー製品シリーズの一つで2012年4月に専門家の知見を実装したエキスパートインテグレーティッドシステムの第一弾として発表された。プユシストムズファミリーは以下の3シリーズで構成されており、いずれもハードウェア面では IBM フレックスシステムと呼ばれるグレードシステムをベースとしている。 冬シストムズはエキスパートインテグレーティッドシステムの第一弾とされており、単にハードウェア、ソフトウェア、ストレージなどを事前に構成、設定して一体販売するコンピューターアプライアンスとしてだけではなく、専門家の知見をパターンとして実装し、統一的な管理画面から設定、運用できることで、計画、導入、運用などの作業を簡素化できるとされている。 例えばパターンで設定したサービスレベルを満たすように必要な上調化などの設定や引き継ぎ仮想マシンの起動停止運用管理ツールによる監視通知などが内部的に自動で行われるまた各ハードウェアやソフトウェアの修正モジュールが事前検証されており容易に適用できる冬システムのハードウェアはオープンなコンポーネントで構成される フレックスシステムを使用している。フレックスシステムは新しいブレードシステムで従来からのブレードセンターとは相互に互換性はない。プユフレックスではコンピュートノードのプロセッサにはインテルの X86 系及び IBM のパワー7を選択でき4種類のオペレーティングシステムと4種類の仮想化用のハイパーバイザーを選択できる。ストレージは V7000 が使用されている。なおフレックスシステムはユーザーによる柔軟な構成が可能だが、p u システムズは特定の構成を事前決定している。p u リアプラケーションシステムは p a s の基盤として事前構成されており、トランザクション指向のウェブお及びデータベースアプリケーションに最適化されている。IBM は新アプリケーションの導入やデプロイメントは 数時間で完了すると主張している。PU リーアプラケーションシステムは以下の4構成が提供されている。PU フレックスシステムはエアスの基盤として事前構成されており、サーバー、ストレージ、ネットワーク、仮想化及び管理を一つの構造にまとめた統合コンピューティングシステム。エクスプレス、スタンダード、エンタープライズの3構成が提供されている。 IBM プレダタサーバプレダタシステムは2012年10月にプユシストムズファミリーの第3の製品シリーズとして発表された。プレダタシステムはさらに以下の3シリーズにより構成されている。IBM はこれら製品は単なる垂直、統合製品ではなく運用など専門家のノウハウをパターンとして提供しており、ダバスに相当するとしている。 なお IBM Predata System 4 Analytics と IBM Predata System 4 Operational Analytics はアプライアンス自体を一つのパターンとして提供するとしている。ABCIT の常識と経済性を根底から変えるエキスパートインテグレーテッドシステムを発表、専門家の知見をシステムに実装し、 IT の複雑さとコスト、大幅削減日本 IPM、ビッグデータ処理向けエキスパートインテグレーテッドシステム、i b m プユシス s ムズファミリーに、IBM プレダタシステムを追加日本 IBM、ハット IBM のシステム新製品、プユシス s ムズはどこまで、革新的か、ハット IBM レッドバークスウェブック、IBM フレックスシステムエンタープライズシャーシー、エイプリル11、 二零一二 A T R E D B O O K S I B M コムハット I B M プリュフレックスの発表 I B M プリュフレックスシステムエクスプレス仕様 I B M プリュフレックスシステムスタンダード仕様 I B M プリュフレックスシステムエンタープライズ仕様 I B M プレダタシステムフォーパランザクションスティーセン五百の発表 I B M プレダタシステムフフォー オペレーショナルアナリティックス A1791 の発表 IBM プレダタシステム4アナリティックス N1001 の発表日本 IBM ビッグデータ処理向けの新製品群プレダタシステムクラウドウォッチハット IBM ハードとソフトを垂直統合したデータベースマシンプレダタシステム発表オラクルエクセダタとの違いはビッグデータ処理に特化した IBM プレ型システム IT ハット IT ジャングルボリューム21ナンバー16エープリル23二連一二 ATITJUNGLE.com ありがとうございます。